司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。車を贈与すると、例えば贈与しなくても例えば親から子供に名義だけ変えとくとか、本当に親から子供に車を贈与するとかっていう時に、車の名義変更ってすると思います。で、車の名義変更をすると、どうしてもお金が動いてなければ贈与であげたことになるので、車に対して非課税枠の1年間の110万円を超える部分に対しては贈与税がかかってくるということになります。ですので、とりあえず車子供が乗ってるし、子供の名義に変えておこうということで安易に変更してしまうと贈与税がかかる可能性があります。詳しくは当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。